はいどうも、ルールカーです。韓国版セブンナイツやっていきたいと思います。今月もね、待つということで、やり残しがないかの確認をしていきたいなと思います。まずはこちら。間違えた。マンスリースケジュールですね。デイリー、ウィークリー、マンスリー。で、このマンスリーが終わってないと、すごくもったいないです。この一番上の超越の石っていうのは、1ヶ月に1個しか、もらえない。まあ、他にももらう方法あるんですけれども、無課金の方でしたら、結構1が1個なんじゃないかなと思ってます。で、あともう1個、月初に、覚醒の、ドラゴンスレイヤーとか、オーブを交換して、だいたい1ヶ月で2個ぐらいじゃないかなと、超越できるのは。まあ、できる人はもっとできると思うんですけど、その超越の石をやっぱり大事に使っていかないと、まあひどい目に遭っちゃうよってことで、まあ今の私だとちょっとルディには触れないんですけど、ジェイブか。まあジェイブに振っていくのが妥当かなと思っております。で、防具にするか攻撃力にするか。まあ、とりあえず、7まで上げようっていうのがあるんですよ。7になると PVP プラスっていうのがつくんで。なので、これの場合だと、やっぱり、これを7まで上げていくっていうのがいいんだと思うんですよね。まあ、ジェイブをこのまま使い続けるっていうこと前提ですけど。よし、使います。あ、2個ある。ビビったー。これを使うと、ここの PVP3 がね、手に入ります。防御力、19上がって、PVP が3上がりますよ、と。いきます。できた。なんかもう、異常にさっぱりしてくる。でももう1個上げちゃいますね、2個あるから。OK。PVP3% で381。うん。あとは、超越っていうか、高級聖水を使って、進化していく方法ですね。限界突破じゃなくて、名前忘れちゃったけど。まあ、ちょっと上げていくか。高級魂の聖水ないな、全然とりあえずある分だけ使おう。まあ、こうやってね、月初にはね、その月の成果をね、しっかり確認して、また棚卸しみたいなもんですよね。今月何を入手して、何を使ったかっていうのを確認するっていう。で、結果パワーアップしてれば OK っていうことです。まあ、これで、ジェイブパワーアップしたんで、OK と。で、また来月に向けて、まあ、装備もね、整えているんで、例えば、覚醒の思考の装、あ、覚醒じゃない、思考の装備4つとか、覚醒してない、セブンナイツ装備が1個。で、覚醒した、思考装備が、1、2、3、4、5、6、7個。これで多分1本分ぐらいにはなると思うんで。あ、あったね。セブンナイツ装備が、2、4、6、や、と、11。11個あるんで。まあ、結構これで、また、思考装備作れるんじゃないかなと思います。まあ、それは何で作るかっていうと、ここの、これですね。釜みたいなやつ。で、ここで、作ると。もう今、作っちゃったから消えちゃってるんですけど、この、覚醒思考、紫に光った思考のやつの隣に、覚醒レイドのやつが毎月1個作れるよっていうのがあります。だから自分のパーティーの、次、育てるものに照準を合わせて、そこで交換しないと、もったいないし、遠回りになっちゃいます。
俺の場合だとね、ルディの装備をやっぱりまともにするのが先な気がするんですよね。ひどいよね、ルディがね。だから覚醒レイドじゃなくて普通のレイドの防具がちょっと欲しいですね。というわけで、ちょっとレイド見に行きますか。叩けるもんあんじゃないかな。こっちじゃなかった。日本版だった、これは。レイド。叩けるかな。確定。1個はできる。あれ、この一番もったいないのが、これで防具を作ってみた。当たり前のように防具を作って、ブロックでしたっていうパターン。あぶねえ、ブロックでしたね。あぶねえ。昔の俺ならやってました。ブロック、ブロック。OK。とりあえず1個。えいっ。頭、このね、黄色い聖水は覚醒レイドやんないとダメなんですよ。で、覚醒レイドをやるには、この1000ポイントずつ消費するんですけど、冒険でこれ回復していくしかないんですよね。ゲリドゥスね。ゲリドゥスリングが手に入る。なかなか大変です。ほんと装備に関してはね、もうほんとお金も、時間もね、かかりまくります。プレゼントボックスか。あれ？死のリングが配られてる。なんだと？あれ？覚醒レイド、あ、覚醒じゃねえや。レイド武器はどこ行ったんだ？あったあった。OK。 で、これを、こっち。あれ？どこ行った？あれ、どこ行っちゃった？印象でしょ？クリティカルでしょ？あれ？あれ、どこ行っちゃったの？どこ行っちゃったんだ？あれ？覚醒させたよね、今。どこ行っちゃったんだ？という事件が起こりました。覚醒させたと思ったんだけど、どっか行っちゃった。まあいいや、こんなことちょっと起きないように気をつけましょう。ですね。うん。まあ、月終わりっていうのもあるんですけど、まあ、最後はちょっと、ギルド戦でね、ちょっと締めたいかなと思います。現状、最強パーティー。ん？ 2 枚抜き。でもね、
今ひときのチームにね、全滅させられることとかも結構あるんでね、恐ろしいですよ、ほんと。安易に2枚抜きだから行くっていうのはね、ちょっとダメですね。でもどこもないな。とりあえずここ行きます。リン、クリス、エース。最大便賞を負けてる。クリスが怖いな。よしよし。あららららもう生き返らない。生き返った。まあね、韓国版は韓国版でやっぱ楽しいんですよ。あのアリーナはどうかわかんないですけど、なんか俺あんま成長できてる感がアリーナで感じないので、それは辛いんですけど、でもね、面白いですね。なんかやっぱりシステムが面白いね。だからこれやってると日本にもこういうの来んじゃねえかなって想像できたりとかして、日本にあったらこうだなとか、うん、考えると非常に楽しい。だから結局日本版ありきでやってるっていうのは変わんないです。だからメインには絶対なりえない。ほんとさくらさんにね、お世話になって、あのやりやすくねプレイさせていただいてるんで、本当にねありがたいです。それジェイブいるところに期待がないな。ヨンヒがいるところもやだな。うわー、即死パか。昔俺使ってたけど怖いな。こっちにすっか。確率がある方へ。ジャニーすげえ時間だ。プラトンがな、早めに1にするスキル打ってくれればだいぶ変わるんだけどな。いけ、一枚抜きなんだ。向こうは頑張って倒せ。
や、このプラトンのね、成長が俺は嬉しい。44。最初使い始めた時36だったんでね。今もプラトン狙ってますが。いけ！オーケー、クリス倒した。いいぞ。これでもう勝ち確でしょ。3回攻撃食らうと2000で跳ね返すんでね。素晴らしいスキルですよ。向こうだね。じゃあこっちは全体攻撃って終わりにしよう。オーケー、ナイスファイトと思ったら生き返ってきた。生きろ、死ぬな。こっちも好人権だ。回復した。あ、1回だけ回復できるからね。瀕死の重傷を負った時の覚醒殺技来た。生きろ、舐めたー。あしゃあしゃあしゃあし、いけ、覚醒スキル。覚醒ゲージ減らされてる。そんな能力があったか、ルーディーに。気づかなかったわ、使ってて。やばい、ピンチ。ルーディーは硬いんや。オッケー、クリスの通常を入れた。あ、クリスじゃないです。クリスじゃない、ジェイブ。いや、ジェイブ強いよ、ほんと。やっぱ、ジェイブをまず最強にしていくかな。5枚、キッズ。で、報酬で7枚か。7枚ですね。よっしゃ、7枚ですね。全部で。そうですね。41枚。14位。やれなかったりする日もあったりとかしてね。じゃあ、ちょっと、デイリーミッションの消化をしていいですか？プラトン出ねえかな？プラトン出れば46なんですよ。ずっとこの黒のところだけ開けるっていうのを繰り返してるんですけどね。前は4回目で出て、次は10回目ぐらいで出たんですよね。今回は出なかった。まあいいんですよ。必ず出るって分かってるんで、気持ちは楽なもんです。向上線はちょっと動画で出すのやめよう。プラスをつける。ちょっと待って。まあいいか。プラスは関係ねえ。プラスをつける、プラスをつける。今ね、元素の数が多すぎて困ってるんですよね。元素ばっかりになっちゃってるんですよ。そこもなんとかしなきゃなと思って。星さんの元素全部売っちゃおうかなと思って。はい、こんな感じでデイリーを毎日消費しております。はい。で、冒険だ、やると、探検っていうモードがあるんですよね。よいしょ。探検っていうモードがあるんですけど、今受け取ってないやつがこれだけあるんですよね。で、これね、ほんとね、鍵500で80万とか手に入って美味しいんですよね、マジで。なのでね、ぜひみんなやった方がいいです。で、受け取れてない段階ではやんない方がいいです。もったいないんで、受け取れないやつが消えちゃうんで。拡張すんのに、すげえかかんすよ。もうアホかっていうぐらいかかるんで。星さんの元素全部売ったのにっていうところだよね。虹の元素もそんなにいらないからな、もはや。闇の元素とかに取り替えるか。闇とか水に。まだできるよな。
よし、できる。闇。3回までできるはずなんで。光。あ、3つか。何やってんだ、俺。光、土。もうルティもレベルマックスだしね。水。水はね、リンのためですね。やっぱり可愛い女の子使いたいじゃないですか。リンと4匹使いたいんで。もう火はこんなにいらんだろう。さすがに。5までは火使わないからね。使い出すのは、おそらくだけど、リョフとか、あ、使わないよな。リョフとか、エース星6に進化して、覚醒すると火になるけど、使わないよね。そう考えると。特にここら辺とかマジで使わない気がする。土とか。オッケー。まあ、ちょっと交換できるだけ交換しちゃいましょう。よし、オッケー。これでいいや。まあ、こんなことやって、ボックスの整理しながら欲しいものを手に入れてるっていう感じですかね。うん。まあ、それが楽しい。で、ガチャを回し時っていうのは、キャラじゃないですね、ぶっちゃけ。これは専用装備か。専用装備とか、欲しいペットがあるとか、そういう時にしか引かないですね。なかなか入手困難なもの。キャラって、合成でも出るかもしれないんで、むしろ合成の方が出る確率高かったりするし、で、しばらくすると配ってくれるんで、なので、わざわざガチャで引く必要はないかなっていうところですかね。はい。というわけで、韓国版セブンナイツ月末の動き方でした。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。